この動画は令和7年度高東区認可保育園等の申し込みの際に必要となる教育保育給付認定申請書県令和7年度保育所等利用申し込み書の記入について特に注意すべきポイントを解説するものです申し込みの際にはこちらの提出書類確認票の提出が必要です提出書類に不足がないよう入園のしおりをお読みいただき 必要書類をご確認の上、提出する書類に丸をつけてください提出書類確認表は複写式となっておりますが切り離さずに提出してください郵送で申し込みをする際には申請者名の宛名が記載され切手を貼った返信用封筒と本人確認書類のコピーを貼り付けた台紙を必ずご用意くださいなお、江東区のホームページで提出書類確認表や 教育保育給付認定申請書兼令和7年度保育所等利用申込書をダウンロードしていただけます提出書類確認表をダウンロードする場合は、1枚のみ記入して提出してくださいまた、教育保育給付認定申請書兼令和7年度保育所等利用申込書は、Excel 形式の申込書も掲載しています 記入例もありますのでパソコンでの入力が可能な方は是非ご活用ください記入の際には事前に入園のしおりをお読みいただき内容をご確認の上ご記入ください鉛筆や消せるボールペンマーカーなどは使わず消せないボールペン等で記入してくださいまた3名以上の児童を同時に申請する場合は用紙をコピーしてお使いください 申請児童のうち、認可保育園に在園していて、転園を希望する児童がいる場合は、転所にチェックを入れてください。転園についての詳細は、令和7年度入園のしおりをご確認ください。住所について、江東区に転入予定、もしくは江東区にお勤め先がある方で、現在、江東区以外にお住まいの場合には、 江東区を二重線で消していただき現住所を記入してくださいまた江東区に転入予定でのお申し込みには転入予定申し込みに関する同意書が別途必要です詳細は令和7年度入園のしおりをご確認ください令和6年1月1日時点の住民票所在地について江東区 高等区以外のどちらかに必ずチェックを入れてください。高等区以外の場合は、番地まで詳細を記入してください。申請児童の情報について、クラス年齢は令和7年4月1日時点での年齢です。申し込み時点での年齢ではないのでご注意ください。 申請児童の現在の主な保育状況で項目が複数該当する場合は最も頻度の高いもの一つにチェックをつけてくださいまた認可保育園認証保育所など各種施設を選択した場合は施設名所在地利用開始日を合わせて記入してください所在地は市区町村名までで構いません利用希望園について 希望順位によって選考が有利や不利になることはありません。複数の縁を記入する場合は、利用を希望する縁の順番をそのまま記入してください。また、施設名と合わせて施設コードの記入が必要です。施設コードは入園のしおりにある保育施設定員一覧表に記載されていますので、番号を間違えないようご注意ください。 また、本園と分園で場所が分かれていたり、0歳児クラスや3歳児クラス以降の定員がないなど、受け入れ年齢が園によって異なります。各園の所在地や定員をご確認いただき、間違いがないようご注意ください。保育短時間認定を希望する場合について、保育短時間は9時から17時の保育時間となり、9時以前や、 17時以降はスポット延長保育の対象です保育が必要な時間が9時から17時の間の場合で保育短時間を希望する場合はチェックを入れてくださいなお保育短時間を選択しても選考が有利や不利になることはありませんまたチェックを入れなかった場合は保育標準時間での認定です 保育時間についての詳細は、令和7年度入園のしおりをご確認ください。同時に2人以上申し込む場合は、A から G までのいずれかの項目にチェックを入れてください。チェックを入れた内容によっては、同じ園に入ることを優先し、希望順位のより低い方の園で内定が出る場合や、同時に入れる場合のみに入園を希望とした場合は、 申込児童のうち1人の指数が高くても条件を満たせず内定がが出ない場合があります教育保育給付認定申請書兼令和7年度保育所等利用申込書の注意点の解説については以上です。